男子 110m ハードル決勝。2レーン藤井亮太、三重県スポーツ協会。3レーン片山俊也、前任。4レーン野本俊生、愛媛立教。5レーン石川修平、富士通。6レーン泉谷俊介、順天堂大学。7レーン村竹ラシッド、順天堂大学。8レーン横地大河、法政大学。9レーン金井太陽、水野。男子 110m ハードル決勝。
1着泉谷俊介順天堂大学13秒
泉谷俊介選手には今大会に特別協賛をいただいております。山崎製パン株式会社専務取締役